あの一番初めはコラージュって言ってああやっていらない古い新聞があってそこからこう躊躇なく制作に取り掛かってくれるかっていうその手をつける入り口で戸惑わないかっていうところが一番心配だったんですけど人数も少なかったこともあってそこはすんなり行ってくれたのは良かったなと思いました。 ただちょっとこうこまごました工程が多かったのであやっぱり説明を一回しただけでは伝わりきらないところもあるんだなとは思ったんですけどでもやっぱり人数に助けられお客さんっていうか参加者さんに助けられそれぞれに完成までたどり着いてよかったかなっていうなんか無事にできてよかったかな <laughs> あとちゃんとコラージュ だねっっていうのになった気がしますただのこう切り絵とかそういうものにとどまらずそれなりにこう工夫しているっていうのが見えてよかったですね。普段コラージュだけやってるわけじゃなくて料理も掃除も仕事も。 裁も何でもかんでも作ることをやっているのでそこがこうコラージュ今日はたまたまコラージュっていうだけで,で今日伝えたかったのも何もものづくりをやらせたいっていう意識はもともと少なくて家の中でゴミになっちゃうものをもう一回使えないかとかその主婦の知恵的なものを伝えたくて。 今日もどうせコラージュやるんだったら使えるものを作りたいっていう思いが一番にあったので家で普段こうものづくりをやっている一貫常にコラージュだけをやってないっていうのをが伝わればいいかなみたいなそういう感じでこう。 デザイン的なものを作りたいとか素敵なものを作りたいとかそういうものを作らせたいという意識は全くなく単に使えるものが作りたいっていう思いで今日は向かったのでコラージュを普段やってるかといえばやってないんですが使えるものは作っていますみたいな同じです。 で今日もこれをこう作っていったら早くできるんじゃないかとか周りが散らからずにできるんじゃないかとか例えばこうお肉をこねる時にビニール袋に入れてこねたら周りが散らからないとかその合理的な頭の使い方っていうのはコラージュに限らず家で ちょっとこの花瓶にこれをくっつけたら面白くなるんじゃないかとかこの洋服を捨てる前にこの部分だけ切り取って置いとこうとかこのもともといぐるみだったものは捨てるには忍びないけどもういらないっていうもので何か作るとなったらクッションにならなるんじゃないかとかそれは家事と仕事と料理と全部一緒です。家事と料理はダブりましたね。一緒です。